新形成電鉄8800系電車は1986年に登場した新形成電鉄の通勤系電車。日本の直流 1500V 鉄道路専用としては VVVF インバータ制御を早期に本格採用した。8000型に代わるフルモデルチェンジ車として1986年に登場した。新形成は元より 関東地方の直流1 5 0 0ト鉄道路線での新規製造車両では初めて VVVF インバータ制御を実用した。製造量数は96両で、神経製では最も在籍量数が多い形式となった。神経製で新造した800型と8000系の総周辺として形式は8800型とした。1999年以降、 インバータ装置のゲート制御部の劣化のため、部品交換の際に、プログラムの更新によりベクトル制御、純電気ブレーキを搭載した。しかし、阻止自体は更新されていない。当初から、微灯車体側等とも LED 式を採用している。神経性電鉄8800系電車、旧塗装車当初、編集前車両日本車両製造が、心臓改造後、 編集図書化変更前の編成写真形成線、乗り入れ対応編成の一部には、千原台の幕も入っているが、現在のところ、神経性が、千原線に乗り入れる運用はないため使われていない。なお、試運転では入線している。2006年4月時点では8両編成12本計96両の陣用であったが、空気圧縮機などの補給類を積んだ中間の2両を抜き、 起きるよう制御者に移せば6両化できることもあり、8808.8848872 8, 8. 88 88編成について6両編成化改造工事を行われた。その後2011年に8816.8824832 88 8編成が、2012年に8840.8856864 88。 編成が2013年に8880.8888896 88編成が6両編成化改造工事を行った。また、2006年度に改造を行った最初の4編成と8808.8811812.88148816の各編成が京成電鉄への乗り入れ対応となり、 側面の帯も N800 型に順次、8000型と同じ配色となった。同時に誘導無線アンテナと急行等、運行番号表示器を設置した。2019年10月には8814、編成が対応工事を追加施行され新塗装化では、初めてのことである。8848.8864、8872編成に関しては、過去に、 北総開発鉄道線乗り入れ編成だったために、無線自体は設置済みではあったものの、アンテナからの既存の配線を撤去して新たに、つまから車両床かぶれ降りる形で配線し直している。車両番号は、京成津田沼よりから8801-1、8801から2のように配分付きとなり、8両編成と同様に、松戸よりの先頭車の配分を除いた。 車両番号を用いて故障される。2014年2月中旬に8816編成が出場したことにより、全車6両編成になった。なお、新形成車内や鉄道ファンからは短縮編成を A 編成、先頭車改造車を B 編成と呼んでいる。このうち8804編成は8801、編成マイナス8803編成から8808、 編成は8805から8807編成から8812編成は8809から8811編成から8816編成は8813から8815から外された中間車を集めて形成車両工業、京王重機整備、日本電装による先頭車化害造工事を施行し、この先頭車に組み込む中間車は 他の8800型と同型の圧縮機及び N800 型に順次。なお8816編成の未空気圧縮機が N800 系、N828 編成以降と同タイプの三菱電気製スクロール式、ム部コンプレッサーが採用され、後に8802.8811815。88 編成にも従来のレシプロ式から交換されたほか8803.88078814編成などにはクノールブレムゼ製のコンプレッサーに換装された形成乗り入れ対応車の方向膜は千葉中央種別入りで行き先はローマ字兵器の字幕に交換された形成日乗り入れ車は交換されなかったが2013年8月に 出場した8809編成は、茶帯のまま、ローマ字兵器の字幕に交換された。同形態は、この編成が初めてであり、その後、日乗り入れ車の編成も全車両が交換された。8801編成は2006年11月11日に、京成千葉線、千原線内市運転所列車に充当され、現行の新京成車両としては初めて京成線に入線した。 同年12月10日から営業列車での千葉線への乗り入れを開始した。千原線にも入線したのは、ダイソー対策、または乗り入れ区間拡大に対応したものとされている。このほか6両編成化改造工事とは別枠で、車内案内表示装置の取付改造が2006年11月の8864。 編成を皮切りに行われており、改造された車両には N800 型と同内容の案内表示装置が千鳥状に配置されているが、N800 型は車両1両ごとに組み合わせが逆になっているのに対して、8800型は同じ組み合わせとなっているため、装置の多い面と少ない面ができてしまっている。装置がない側のカモイぶには、戸開き予告装置が設置された。その後、 多くの編成に同様の改造が進み、2015年3月末まで8806編成が未改造となっていたが方向幕交換と同時に改造をされた。また8814編成は6両下改造後も、最後まで車椅子スペースや転落防止ホロの設置は未施行であったが2015年3月に車椅子スペースと車内案内表示装置の取り付けが施行された。 ただし、8月に新塗装デザインで出場まで、転落防止ホロの設置やドア付近の釣り手増設は見送られており、扉も交換されず、帯が残されていた。他編成よりも比較的に原型を保っていた。同編成は、新塗装化後も、船内運用に入っていたが前述した通り、形成直通改造を施行された。8802編成、8804編成は、 改造終了後の数ヶ月間は、形成線直通仕様でなく、その間側面体が一本体だった。後に直通仕様に改造され、N800 型に準じた帯に変更された。改造されるまで8804編成は茶帯で、シングルアーム式、パンタグラフであり B 編成では、唯一だった。2007年10月に出場した8816編成は、 ドア部分の帯を省略している。その後、他の編成にも波及し、2015年4月現在の時点で、ドア部分の帯が残っていたのは8804.8814編成のみであったが、新塗装になり消滅した。また、8896編成は、ドア部は省略しているものの、乗務員室扉の帯は残されていたが、2014年6月に撤去された。 2008年からドア付近に釣り手を増設、座席付近にはスタンションポールの設置がされている。8800型において、この設置は2015年8月に出場した8814編成をもって完了した。同様の改造は8900系、8000系8518編成にも施行されている。また、全編成に N800 系、 8900型に準じた電子系的が取り付けられた。その他8801.8806-8815編成は前面の電球式ライトを LED 式ライトに改造を行っている。なお8801.8815編成と8806編成で形状が異なり、8806.8815編成の LED ライトは後に、 電球式に戻され、8803、8808、編成も8801、編成と同様の LED ライトに改造された。客用扉の劣化が激しいことから、側扉の交換を一部箇所で行っている。変更点は指示金具の平面化と化粧板の光沢化、H ゴムの黒色化などで、さらに2008年以降の8832、 編成を皮切りに N800 型をはじめとした、形成グループ標準車両と類似するステンレス製に交換され、室内側はステンレス無塗装となっている。最後まで、原型の白色 H ゴムの側扉であった8814、編成も8月にステンレス製交換された一方で8801.8804、8805、編成は、 新塗装後も、光沢化粧版のガートビラを使っているが8804。編成は2016年1月に、ステンレス製に交換された。自動車内放送は2009年4月1日より順次、導入された。声優は日本語、三浦七尾氏、英語、クリステル・チアリがそれぞれ担当している。2014年8月29日より8816。 編成が新デザインに変更され運行している。その後順次施行され2018年7月に新塗装化が完了した。最後まで旧塗装を維持していたのは8815編成であった。2017年2月24日8807編成が危機更新と内装をピンク基調にしたリニューアル車が登場。今後、 毎年1編成ずつリニューアルする予定。2018年3月には8810編成が施行され、パンタグラフがシングルアーム式に交換された。既存編成からの交換は初めてのことである。それ以外では社外にスピーカーが付き、前面と側面の行き先表示が神経性では初めてフルカラー式となった。同年9月には8816編成が、 施行され、形成線直通対応車 B 編成として初めてとなった。2019年8月には8802編成が施行された。内容は、形成直通対応を除いて8810編成と共通。2020年5月には8803編成が施行され、唯一制御装置、表示器以外の更新だった。2020年11月には、 8813編成が施行された。主な改造内容として、機器更新、フルカラー LED 化、内装のリニューアル、カーテン化え、車内電光掲示板の更新が挙げられる。以下の日程で本形式は、沿線のスポーツチームのラッピングを施されて、運行されている。 千葉ジェッツ船橋千葉ロッテマリーンズ2016年10月8日から2017年3月末まで8816編成が創立70周年を記念した本着ギャラリートレインとして運行された2017年7月1日から2018年1月16日まで8816編成が開業70周年と船市地上降臨5周年を記念した コラボレーションラッピング車両、フナッシートレインとして運行された。2018年11月26日から2019年3月22日まで8803。編成がドラゴンボールスーパーブロリー電車として運行された。2019年12月20日から2020年2月末まで8808。編成がアナと雪の女王にのラッピング車両として運行された。ありがとうございます。